でいろいろ考えたんです、はい、例えばその MBTI、 これ職場編、はい、MBTI タイプ入門職場編という本なんですが、うんうんうん、ちょっとまあ見にくい、あ、見えないですね。タイプテーブルって出てきて、要は16タイプを、うん、タイプの組み合わせをしたものがあって、うんうん、なんかそういうのをこの4つの法則で、うん、組み合わせられないかなとかって考えてたんですけど、うんうん、結局なんかそれってこじつけでしかなくて、はいはい、なんか MBTI と組み合わさらないなとかって思いながら、うんうん、でも結局一番なんかしっくりきたのは、うん、多分やっぱりこの欲求に気づいたら、うんうん、多分手放すなんだろうなって。まあそうですよね。エニアグラムと結局エニアグラムのタイプとも考えたんです、うんうんうん、このタイプはここに来てとかって、うん、でも結局多分そんなのってあの人が生まれて育っていくまでに、うん、いろんな考え方ができていくじゃないですか、うんうん、いろんな人に影響されて、うん、だと全部のタイプが全部にいるんだろうなって。全部のタイプが全部にいる。うん、エニアグラムのタイプが9つあったとしたら、はいはい、4タイプの全部にそれぞれいるんだろうなってちょっと思ったんです。たとえ有利タイプの4とか、うん、5とか、うん、9、うん、もう司令型とかにいそうですよね。まあ勝ちたいはあるとは思うんですよ。強く思うからですよね。ああ、例えばやっぱりでもいないで、僕は いるんだろうなって考えると、そうじゃなくてやっぱり手放しましょうが一番いいのかなとかってちょっと、うん、なんかまあ欲望じゃないですか。欲でその司令型は分かりやすいです。欲っていうと、うんうんうん、勝つが欲なのは分かりやすいんですけど、うんうん、あ、理想とかいくと、そう、理想とか注目とか法則っていうのは、うんうんうん、一見なんかその欲とはほあ、まあ、理想は結構この司令理想のこのラインは結構欲深い感じがするんです、うんうん、欲深いですよ この人たちは、うんうん、ただこの注目、うん、法則のこのラインって、うん、一見なんか、まあ、でもこの人たちの欲は多分自由じゃないですか。自分の、まあ、わーっと面白おかしく生きていきたいみたいな注目型ですよね、はい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 、でまあ、法則型も方向性が違うだけで似たような感じじゃないですか。自分の好きなようになんかいろんなことをこちゃ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 、なんかあの岡田斗司夫の本のタイトルが、はいはい、目立たず面白おかしく生きていきたいみたいな。なるほど、うん、法則型のタイトルが、はい、うん、だとなんか、うん、人に迷惑かけてないじゃんはありそうですよね。あ、でも迷惑かける可能性ありますよね。結局自分の、はい、自分が面白おかしく生きていくために、はい、他の人のことは考えないみたいな話じゃないですか。あ、行き過ぎると、なるほど、うん、行き過ぎるとね、はいはい、あ、自分の欲求だけ突き詰めると、うんうんうん、周りがどうなってもそう気にしないみたいな話じゃないですか。でも、多様性、はい、個人の中で、うん、それって良くないですか。人に迷惑かけてないんですから、うん、っていう意見になりません。でも迷惑かけてるかもしれないって話ですよ。自己中、人を見てない、はい、タイプかなって思うんですよね。理想はこう社会とかだし、はい、指令もこう支配じゃないですか。人を動かそうと、はい、しますからね、はいはい、うん、でこっちの人たちはまあ、社会から外れようとしてるかしてる、はいはいはい、まあ、注目は目立とうとしてるからあれですけど、はい、うん、見てないっていうのはあるかもしれないですね、うんうんうん、だからまあそんな気にしない、社会のことなんか気にしないだと、そこに見なさいはいいですかね。ちょっとは見たら、まあ、見なさいっていうとバウンダリーな感じはするんで、はい、自分で気づいてみるとかっていうのは必要なんだとは思いますけどね、はい、あとはまあ法則があったら言ってよって話ですかね。自分だけが楽しむんじゃなくてさって、あ、世の中もっと良くなる、そう、共有してよと要は横展開って大事でしょと、あなたのものだけにするんじゃなくてさって、はいはいはい、まあそういうのもあるかもしれないですよね。エニアグラムだとタイプ5的な自分だけ溜め込むみたいな、ああ、そうですね、うん、あとエニアグラムのタイプ5だとすると、うん、成長の方向としては、うん、タイプ8という、うん、先頭に立って巻き込んでいこうよっていう、うん、ガンガン行こうぜって自分の持ってる知識をみんなに使う、はい、みんなのために使うというところなんですかね。老荘思想っぽいですね、老子の言葉、うん、人を知る者は知なり、自らを知る者は名なり、人に勝つ者は力あり、うん、自らに勝つ者は強し、うん、あ、
自らに勝つっていうのは、うん、多分この欲求、あなたをゴンゴン動かしている欲求を、うん、打ち勝つに打ち勝つ、うん、手放す、うんうん、っていうところなんですかね、うん、罪は欲多きより大なるはなく、災いは樽を知らざるよりも大なるはなく、うん、満足を知らないことより大きな災いはないよと、樽、うんうん、を知るですね、うんうんうん、って言われると、うんうん、なんとなく腑に落ちるんですけども、この日本でどうやって幸せになろうかっていうのは僕まだこの結局、はい、ご飯食えて生きていければいいわけですよ、はい、人間なんて所詮動物なんで、うん、はい、あっていうのはね、うん、昨日ね、うん、一瞬ね、うん、僕幸せと思ったんですよ、はいはい、まあ、どんな時かというと、うん、まあ、あの基本僕、うん、15キロ圏内の移動は自転車でと思ってるんですけど、はいはい、その自転車乗ってる時に、うん、なんか今ちょうど暑くもなく、うん、寒くもないので、うんうん、自転車乗ってるとたまになんか植物の匂いがするんですよ、うん、はいはい、の匂いがした時に、うん、なんかニヤニヤするんですよ、なんか、あ感じた、あなんか今幸せじゃんって、うんうん、まあたまたまこれがね、うん、昨日が金曜日だったので、うん、まあ、や休み前、あ休み前の開放感、そうかもしれない、休み前の開放感、うん、この、うん、自然の匂い、うん、自由な俺、うん、あのサザエさんタイムだと落ち込むかもしれない、はい、サザエさんの時間だと、あはそうですね、はい、うん、あ しも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 さん、はい、ごきげんよう、しもしもさん、しもしも、心が病んでる時は必要とされてると感じることを求める、実際私も存在感を求める、あ、うん、結局法則の人も、うん、誰かのニーズは必要っていうことですね。まあ、自殺自分だけがっていう法則の人も結局自分だけがじゃないですね。自分だけが、まあ、どっかで見てほしいはありますよね。見てほしいというか、まあ、価値を認めてもらいたいみたいなのは多分あるんだとは思うんですよ。要は言う、はい、それだよ、うん、価値、うん、要はで多分そん自分の価値ですもんね、うん、それってそうです、自分の価値です、自分の価値ですね、うんうん、はいはいはい、で自殺をする人って多分それが欠落していくみたいな、もう自分は生きててもしょうがない、価値がない、無意味ない、はいはい、意味がない、無価値な人みたいな感じだから多分自殺をしていく、はいはいはい、からあの声をかけるときに自殺は良くないとかじゃなくて、はい、私はあなたに死んでほしくないというのは、私はあなたが、私にとってあなたは価値のある人だっていう表現になるみたいな、あーもう泣きそう、うん、いい話、うん、っていう感じでしたからね。なるほど、うん、そうですね、うん、分かった、はい、人の価値を認める、人の価値を認める、うん、で自分の価値はちょっとだけ手放す、うん、まあ、自分には価値があると思う、自分には価値があるが、うん、その価値ばっかじゃないよ、価値ばっかじゃないし、ごめんなさい、そのあなたが大事にしている欲求が価値じゃないよ、あそうそうそう、欲求が価値じゃないよですね、うんうん、だから勝ちたいっていうのは別に勝ったからといって価値が上がるわけではない、一番になったからといってあなたの価値が上がるわけではない、はい、それは単なる一番っていう称号でしかないみたいな、はい、そうですね、はい、欲求と価値は違うって話です、うんうん、であなたは価値を高めようとして欲求、うん、欲求欲求って潜っていくけど、うんうん、それがあなたの価値じゃないよって話ですね、うんうんうん、そう、だからそういうとこですよね、勝つことが価値があるって思い込んでるみたいな、思い込んでる、うん、思い込んでる恥ずかしい、はい、あの、で僕の場合それにバカのくせにがつくんですよ、自分の中で、あ俺バカなくせに、バカなくせに勝ちに行こうとしてるって、だからこそじゃないですか、だからこそこうバカだと思ってる、はい、イコール自分には価値がない、うん、思ってるって思ってるから、はい、その価値を求めるためにそれはどっかで勝ちに行こうとしてます、はい、っていうところですよね、はい、だからこうバカなくせに勝ちたいみたいなことなんですけど、うん、僕が手放すのは、うん、勝ちたいなのかバカなくせになのかどっちなんですかね、両方じゃないですかバカなくせにっていうのが、はい、まあ、そのバカなくせにっていうのはなんかそうやって言うとウケるだろうなって言ってるだけだったら
まあ単なる言葉ですけど、はい、バカなくせにっていうのは自分には価値がないって話じゃないですか。ちょっと傷つけてますね、うん、でそんなことはないですよって。絶対死んでほしくない人はいっぱいいる。いてほしい、いっぱいいますよ。こう視聴者も多分死んでほしくないですよ。すいません、泣きそうです。ありがとうございます。はい、っていうとみんなそうだって話ですね、うん、みんなそうですよ、うん、僕だけじゃないですもんね、うんうん、Not only but also ですよね、うん、急に今ちょっと出てきましたけど、はい、Not only but also が、うん、何でだろう、何何でなく何何、あ、ごめんなさい、はい、急にちょっと後ろ指刺され組の歌が出てきました、はい、幸福感を追い求めること、うん、目耳を集めること、真理に執着すること、うん、自由に執着することをそれぞれ手放すんだと、うんうん、そっか、僕もそうですね、うん、幸福を追い求めるのを手放す、うんうんうん、注目、みな見てを手放す、うんうん、真理に固着するのを手放す、うんうん、で自由、俺は自由だっていうのを手放す、うん、だから自由じゃなきゃ不幸だ、だって君関わり合ってんだもん人と、うん、君一人だけじゃないもん、うん、し、まあ、自由だっていうの、今はもう自由じゃないって思ってる不幸だって話ですね。あ、かもしれないですね、うんうん、ごきげんよう仮面さん。あ、草花の香りいいよね本当に、うん、自転車乗って心拍数上げて五感をフルに感じることによってドーパミンを効率よく出す。だからもう生きてる実感みたいなことじゃないですか。あ、うん、そういうもう匂いとかもこうなんか運動して汗かくのも生きてる実感じゃないですか、はい、美味しいもの食べるのも生きてる実感じゃないですか。ああ、もう、うん、だから生きてるってことを実感しましょうみたいな話じゃないですかね。だから子供向けですね急に、はい、生きてることを実感しましょうって、はいはい、手のひらを太陽にかざしてごらんって、うん、あったかいでしょって、うん、でも多分そういうとこだと思うんですよ。あ、シンプルな、多分そういうシンプルなところ。アンパンマンの歌と一緒ですね、うんうん、結構シンプルかもしれませんね、うんうんうん、で大人になって考えさせられて考えるようになって、で複雑にしていくからこうだんだん苦しくなっていくみたいな